こわーさるるん、こんにちは、島崎あるこです。今日はですね、アイドルについてちょっと語っていこうかなって思ってます。私が思うアイドルとはこんな感じみたいな話していこうかなって思ってます。アイドルはどんな存在？私的にはすごく夢があって花もあって、特に元気がない時に元気にしてもらえるような存在だなって、アイドル自体はそう思います。憧れのアイドル、まず一番最初に好きになったアイドルが、小学校低学年の時に好きだったのが辻ちゃん、かごちゃん、モーニング娘さんが大好きで、ライブも行きました。あと辻ちゃん、かごちゃんの写真集も買ったり、買ってもらったり親に、あと文房具とかおもちゃとかもう全部ミニモニにしたりとか、生写真みたいなのも集めてました。でもなんかこれ、私はなんか今でもアイドルっていう職業は終えたし、終えたけど、いつまでも人生においてみんなのアイドル的な存在でいたいとはずっと思ってるから、だからなんか裏側を見せることは嫌で、ことが嫌で、こういう苦労をしてきてとか、こういうことがあってとか、話すことじゃない、自分から話すことじゃないっていうか、辛かったことはいっぱいあります。いっぱいある、本当に。ライブ中に急に歩けなくなったことがありますでももう急に足が、左足が痛くなっちゃって歩けなくなっちゃって、でも自分はセンターだし、これから歩けないけど踊らなくちゃいけなくてでも踊って、不思議と踊る時、踊ってる時ってなぜかもうアドレナリンなのかわかんないんですけど踊れちゃうんですよ。アイドルになって良かったことは、私は本当に引きこもりで本当だったら出会わないような子たちに友達ができたこと。アイドルになりたい人たちにアドバイスするなら、私がアドバイス、私はアイドルのお手本みたいな存在じゃなかったので、アドバイスできるようなことなんて何一つないと思うんですけど、なんかこの企画大丈夫かな。わかった。自分っていうものをしっかりと持つこと、自分はこれだっていうものを見つけて、ここを、こんな私を応援してくださいっていうのを一つ、たった一つだけでいいと思います。それを見つけることじゃないかなって思います。そうだ、日本でこんなグループができたらいいなっていうのは、日本の女性アイドルでワールドツアーができるようなグループってまだまだないと思うので、そんなグループができたら嬉しい、楽しみ。それでもいいでしょ、 AKB 越すのはね。アイドルっていう存在は他の芸能人と比べたら一番ファンの人と近いような存在であるのがアイドルなんじゃないかなって、今今日こうやって自分で話してそう思いました。なので皆さん、これを見てくださっている皆さん、本当にありがとうございますっていうのと、他に推しメンがいる方は、その子のことを、まあ今ももちろん全力で応援してると思いますが、応援してあげてください。
それではこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。 Twitter、Instagram もフォローしてね。